もも母も母と青地でーす。はい、2回目でございます。なんか来たんですけど、こいつわざわざゼロプリハウスに来てるからね。そうだよ、私休みだったりなんか、なんかさ、なんか一緒に出すでしょ、なんかいていい、何時何時に行けいいとか言ってさ、急にもうここの家本当に遠いから、マジで。そうね、本当私んちから1時間かけて撮影が来てますからね。はい、今回はインスタグラムの方で私募集しました。募集しました。男女が沼る人の特徴。なるほどね。もう性別関係ない、もう沼る人。みんなが沼る人ね。ということで今回募集したので、それについて王子と話していきたいと思います。そうだよ。はい。乾杯。またいい音鳴らすね。うまっ。じゃあ今回は酔いながらちょっと話していきたいと思うので、はい、さっきのやつですか？っていうか、その特徴の前に最近のあんたの恋愛事情はどうなんですか？恋愛事情？うん。いろいろあるじゃないですか。まあ、いろいろあったよ。いろいろあった。じゃあ今現在彼女はいいの？いないです。あー、破局だ。ちょっとやめてくれる？まあこの人生の中には繰り返し、どの瞬間かとは言ってないですけれども、私だって1年前振り返れば号泣してんだから、こっちはすっごいじゃん、でも本当にいろいろありまして、スタボロになるような出来事がたくさんあり、みんなに友達って本当に大切なんだなって学びました。いやでも本当にさ、スタボロだったよね。スタボロだったね、本当にスタボロだった。なんか自他ともに認めるぐらい、なんかさ、その恋愛の人数って言ったらあれだけどさ、で言うとさ、少ないじゃないですか。うん、そうね。だからこそさ、結構来ない？この1回が。1回来るね。相当来るよね。なんかどうしていいかさ、わかんない感じになるよね。なんか私も前の号泣の時は、ちゃんとした恋愛みたいな、その人が初めての。うん、同じだ。じゃあ。そうそう、多分一緒だったから、一緒なんだろうなって思った、このズドーン感が。すごかったよ、マジで。パンチ力がエグかったね。もうね、本当にぺっちゃんこ、なんかもう変なのなってたじゃん。私もなんかもうぐっちゃぐちゃの顔でさ、撮影来たりとかさまああったわけよ。まあどの時期とかはね、まあ別に言わないですけれども。確かに確かに。おうちの場合はさ、私も結構話聞いてたやん。ああ、そうね。一緒にいる時間長かったよね。一緒にいる時間っていうか、 LINE とか電話とかさ、ああそうだね、そういう時間がめっちゃ長かったから、すごい喪失感がえぐそうって思った。うん、それは本当にそうだね。だってもうずっと一緒にいたし、そのなんて言うんだろうな、もう家族以上みたいな感じだったのよ、感覚的には。家族以上だったし、だからなんでこんな感じになっちゃったのかがわからないっていう状況で、本当にそうずっとこれだった。でも大内の見て思ったのがさ、勝手にさ、こっちがさ、なんか学んでるのちょっとあれだけど、なんか優しすぎてもあれなんだなって思った。なんかめっちゃ優しいやん。ああそうだ、そう見えた。うん、すっごい優しいんだろうなっていう、別に向こうがわがままっていうよりかは、わがままもあるし優しいのが人間や、その特に恋人になると、でも大内の場合は相手を許しすぎてるなーっていうイメージがあったの。そうだね、なんか許してるっていう感覚もないのよ。確かにね。でみんなに相談するときに毎回ね、もうこの話をしたら全員に肩持たれて「お前はさ」って、お前は付き合ってる人にそんなことを言われちゃいけない人間なんだよって言われたときに、そうなんだって思ったの。だから自分のことが大切にできなくなりそうになってたよね。できてなかったね。だからその友達に、友達が一番嫌そうだった。付き合ってる人ってこうなんか何かをしてあげることで判断しちゃいけないと思う。何々してくれるからこの人はいい人だじゃなくて、この人は私に対してこれをしないからいい人だの方がいいが信頼できる。え、絶対そうだね。でしょ、さあそれを学びました。私は絶対に好きな人に対して、でも人って何か間違えるじゃん、間違えてもいいと思うのね、けど間違えた時の対処、あごめんとか、ごめんそんなつもりなかったんだってこう説明するとか、あと結局ね、話し合いができない人はね、もう無理だね。それはもう全人類に共通してる。逃げたって結局崖なのよ。問題を放置したところで、それがさ取り除かなきゃいけないことなのにずっと放置してたら、ずっとそのしこりは残ってるのに話さないとかって意味わかんないじゃん。2人の問題なんだから、1人でいるわけじゃないじゃん、付き合うってことは。2人でやっていくことだから、この人が何かなんかこれは違うなと思ったことを残しておくんじゃなくて、その時に解決しなきゃ、やっぱ話し合いできなきゃ続けていけないよ。でもあれだね、無駄じゃないか。無駄じゃない、全然に無駄じゃないし、別に今嫌いかって言われたら嫌いじゃねえんだよ。だってさ、いまだに楽しいことがあったり嬉しいことがあった時に一番最初に浮かぶのよ。あ、報告したいみたいな。その瞬間、うち何回も見たことある。こうお家がさ、すっごい綺麗な景色が目の前に広がってる時とかに、こうふと携帯を取り出してさ、あ、そうじゃんって言ってしまうのよ。どういうことと思って、どうしたのって言ったら、いやめっちゃ綺麗だから見せたいなと思ったけど彼女いないんじゃんって言った時に思ってるんだろうな一番浮かぶんだよね。一番に伝えなかったんだろうなみたいな。なんかこれマジでいまだに、なんかもう結構経ったし、もうそこまであれなの、なんかもう別にもう大丈夫かなって思ってるんだけど、嬉しいこと悲しいこと、自分の感情が何か動いた時に、あ、知らせたいって思っちゃうんだよね。そう、それがグッてなる。だから今までの癖だよね、本当に。でも癖だね。めちゃくちゃいい彼女してたんだなって思うけどね。なんかをさ、いいものを見つけてさ、パッて取ってすぐ送るって、うち1ミリも持ったことない。あ、すっごいじゃん。だからそれが、でもそれってめっちゃ可愛いし嬉しいやん、想像したら。自分の好きな人がさ、今この景色見てたけどすっごい綺麗だから共有したいと思ってって言ったら、うち絶対嬉しいの。え、うちのこと思ってくれたんだその瞬間にってなるじゃん。だからめちゃめちゃ素敵な彼女だったんだなっていうのは、そのエピソードでわかるよね。そうだね、なんかもう全然思い出すし、恋愛体質じゃないから、そもそも私自体、なんかその好きになったら、なんていうの、熱しにくく冷めにくい。マジでそう、マジでそうかも。そんなコロコロ、あの人が好きこの人が好きってなるタイプじゃないよね。ならない。だから浮気とかも絶対にない、私は。だからその、好きになったら、好きになること自体まで時間がかかるし、冷めにくいしね。逆、もう好きになったら。逆にどういうところで好きになって付き合いたいまでの感情がいくの？だからなんだろうね、めちゃくちゃ自分のことがまず好きな人じゃなきゃ無理。あ、おうち自身のことをね。本当に私だけっていうような人、そう、一途っていう、なんかマジで私からまず行くことがないってのがあるかも、大事前提に。なんか好き避けしやすいから、好きだと思ったらしいけないから、それでもグイグイ来て、本当にめっちゃ私のこと好きやんってなってから好きになると思う。本当の意味で。じゃあ相手からのアプローチで自分も気になって付き合ってもいいかもなーってなってみたいな感じだよね。あなたがこう、じゃあ付き合うことになりましたっていう瞬間から今持ってきたけど、段階を踏む、めっちゃ慎重。私そうだね、すごくこう何度もこうラリーがあって、相手からの好意もめっちゃあって、も相手が絶対私のこと以外好きじゃないって確信を持てる人プラス自分も徐々に好きになりかけてるっていう人じゃないと、見向きもしないイメージある、私の中で。絶対そうだよね。だからこういう人がいいっていうのもなさそう。好きになった人が好きだけど、あれ範囲はある、このラインはある、ここまでの人だったらっていうのはある。それ具体的にどこなの？俗に言うレズビアンはフェムとボーイがいるんですけど、私も生粋のフェム好きなので。フェムっていうのはフェミニン、だからその女性的なというか、髪の毛も長くて、そうそうそうみたいな人がやっぱフェム好きなので、そうだね、女性らしさがすごくあるような人の方が好きだから。だからさ、ボーイの方は私は多分ないなって思ってる。タイプではない。あ、そう、入りはそらなんか見た目とか、やっぱどういう人間かそう分からないからこそ見た目で入ってしまう部分はあるけど、結局中身だったり。おい、ジジイいるやん。なんかもうどうでもよくなっちゃって質問とかだよね、なんかうちは全然読んでないよねだってこっちの方が気になるもん。こう改めて聞くことって再度なかったから。そうだね、もう学ぶことはたくさんあった。こう恋愛で学ぶことは本当にたくさんあるし、マジで無駄な時間じゃないって思ってる。もうしんどい旅に電話してたもんね、あなたに。本当にそう。どんな中でもやべえしんどって思った瞬間にももに電話してでももは朝まで電話してくれたり、なんならそのまま2人で寝落ちしたりとかしてたな。してたもんね。だけどもうしんどそうすぎて心配だったもんね、本当に。だって撮影の時もさ、撮影の時だけは多分唯一忘れられてた。そうだね、仕事の時は唯一そのことを忘れられてたから。逆にでもそれ以外はさ、本当に常にじゃあ撮影始まりました、終わりました、休憩ですの時にいつもってなってて、それが別れる前もそうだった、それで言うといつも LINE 送る1通でもどんな内容がいいと思うって言って本当にメモに書き出して、こういうの送ろうと思うんだけどって毎回。傷つけなくなかったからね、本当に。相手を配慮がすごいと思う。そのさ、うちは相手側を見てないからさ、相手も多分配慮もいろいろあったかもしれないけど、うちはおうち側しか見てないから、うん、あれだけど、でも本当にめっちゃ配慮して相手にめっちゃ気を使って、うん、こう本当に愛してるんだなっていうのが伝わってた、ゆっちゃん方から見てて、だからこそすっごい悲しかった、終わった時。いや別れた方がいいなって思うけど、なんかこう思ってたんだね。思ってた、別れた方がいいと思うけど、でもどっちもめっちゃ好きなの、絶対お互いのこと、うん、お互いどっちもめちゃくちゃ好きなの。でも今じゃなかったのかなって思う。うん、それはあるかもね、タイミングが。でも絶対今じゃないんだけど、今出会ってて間違いはなかったのかなっていう、こう複雑な感じ。別れちゃうのは別れちゃうんだけど、うん、絶対2人にとっていい経験になってるから、うん、それは、うん、そうだね。なんか今ちょっと一瞬切れちゃったんだけど。一瞬切れちゃいましたけども。そう、とにかくね、ほんとしんどかったのよいやー、失恋した時のさ、しかもこう何回か失恋を経てとかじゃなくてさ、結構巨大な失恋ドーンだからさ、一つを失ったわけじゃないの。恋人っていうだけを失ったわけじゃなくて、恋人兼友達兼家族っていう全部を持ち合わせたの。わかる？親友だったし恋人だったし家族だったしっていう人だったから、なんかね、私の中で3つがなくなってんだよ、その人一人で。それ辛いね。そう、全てだったから、その人がいなくなるって意味わかんないじゃん普通に、で本来だったら戻したいとかまた前みたいになりたいって思うけど、もう無理なところまで行っちゃってる時は無理なんだよね。何が正しいか何が間違いとかもないから分からんけど、けど良かったと思う、お互いのためにも。なんか離れるべきだったっていう言い方したらあれだけど、何、恋愛って幸せになるためにっていうか、こう人生において別になくてもいいものじゃん、それで言う。まあそうだね、なくたって生きていけるものだけど、なんかプラスアルファや、恋愛っていうものは。でもなんかそれが自分にとってどんどんマイナスになっちゃってて、普通の私生活においてもこうダークモードになっちゃうんだったら、お互いのためにこう離れた方がお互い成長できるっていうか、そうだね。なんか泣きそうになってきた。なんでなんか思い出した、電話の朝のめっちゃおうちが泣きながらなんかもうどうしたらいいんだろうって言ってたのが。そうだね。そうすごいさ、これ今ものやつも聞いてさ、頑張ったんやなーってめっちゃ思った。めっちゃ泣いたね。やめてよ。で立ち直るのって結構きついっていうか、なんかこういつもの自分の本調子に戻るまできつい。きつかったよ、本当にきつかったし、でも私もあなたを経て成長したので、あなたもぜひ私を使って成長してください。素敵すぎ。成長してください。本当に好きだったんだね、そう思えるのって。本当にいい恋愛をしました。逆にもう付き合ってた時毎日泣いてたし、付き合ってた時っていうか別れる寸前半年間ぐらいもう毎日泣いてたし、別れた時なんてもう地獄かのような日々だったし、だから毎日泣いてたから、今は泣いてないんだけど、まあ、たまにふと思い出して泣くね。でもやっぱりまだ全然、なんでなんか本当にめっちゃ好きで相手のことを最後の最後まで思いやれるのっていいよね。私を経て成長してくださいってさ、素敵な女性やな。シンプルに思っちゃった今。この人そうなのよ。この人そうなのよ。私がさ別れたてでさ、もう泣きじゃくってたの一人で真夜中。でその時にもう無理すぎて電話したのよ。しかもいいやかね時間帯も朝の4時とか5時とかだよね。電話かけて友達に電話して大泣きして電話することないんだけど、結構出だしから大泣きだったでしょ。大泣きだったもう引くぐらい大泣きしながらももう母に電話して、うん、もう辛すぎるみたいな、じゃあなんかこいつも同じぐらい泣き出して2人ででもさおうちも幸せにならないからしんどいのはわかるけどみたいな。私もいやなんかしんどいんだろうなっていうのがさ、そう自分のさすごい好きな友達がしんどそうにしてたらさ、なんかこっちもしんどくなるというか、分かる。なんかいろいろ考えてこう決断してんだろうなって、でも決断するのってめっちゃきついからさ。めっちゃきつい。好きでもどんだけ好きでもどんだけ話したくなくても、ああもうダメだっていう時はもう自分からその関係を切るしかないんだよね、もうどう考えても切れなかったけど私の中では。けどこの決断に至るまで半年かかってるからね言うて、なんでそんな泣いてるあんたが私の倍泣いてるやん。でもね自分のために泣いてくれる友達は本当にいい友達ですから皆さん。ということで、はい、終わりがいいということで一個も質問返さなかったですけど大丈夫そうですか？本当に大丈夫？一個でも。質問返さなかったけど、質問よりあなたの事情の方が気になったということで、ちょっと繰り広げちゃってちょっと泣いちゃった。まさかここでこの話をするなんて思ってなかった。本当に私も泣くと思ってなかったいや本当に。ということでこれから私たちはまだまだ飲むということで、まだまだ飲みに行こうということで、家を飛び出して飲みに行きたいと思います飛び出しまーすということで皆さん見てくれてありがとう、ありがとうございました。バイバイ。死ぬ急にこの話